教えて、さゆる先生。はい、忘れてたわけじゃないですか。復活しました。そうか、復活したんですね。教えることは、ね、今日は何をしようかな。ね、ああ、ごよし、今日もゲーム楽しくやっていきたいんだけど、うん、はい、どうしよう。今日はですね、お二人に、うん、地球防衛軍 4.1 のリベンジをしていただきます。よーっ、おー、この間ねこの間、そうですね、今日ハードモードで、うん、防御力ほぼゼロの状態で挑んだんですね。挑んで、いいところまで行ったんですけど、先生がまた、うん、足引っ張ったちゃうんじゃない、うん、いや、引っ詳しいことは前回のやつ見てください。うん、ちゃんと見たらわかるから内容は。ちょっとね、ちょっとちょっと、うん、なんかすごい装備をもっと整えて。そうそうそう、もうちょっと整えてから、ね、やらせてくれよ。そう、挑戦したいよって、うん、やらせてくれよ。で、こちらでご用意いたしましたので、うん、おはい、そちらでやっていただけようと今回は思います。おいちゃんがちま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 やって強くしたんだね。そうですね、僕がちま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 攻撃的にプレイしたので。ありがたいですね。ありがたいでございますよ、ね、じゃあ早速いきましょうか、うん、画面こちらです。ドン、はい、はい、ということで、はい、おレベルが、武器のレベルが80個と56、52か、52、おー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 、それよりも62、82、うんうんうん、アーマー、アーマーはアーマーは600値ですね。600? 前は基本が、150とか200なんですが、うんうん、それを600まで調整してあります。おーおーおー、4倍ってこと。まあ4倍、3倍、4倍、3倍、うんうんうん、超高になってると、はい、よし、はい、これだったらもういけるでしょう。アーティストもいけるでしょう、うん、なんで、うん、まあ武器もここまで強くなっちゃったんで、うん、今回はハーデストではなく、うん、インフェルノに挑戦していただきます。インフェルノ、それ意味がなくないですか。いけるいけるいける。内容は変わんないんですよ。内容は変わんない、難易度が変わってるだけなんで。1の1の1のインフェルノです。インフェルノ、ハーデストで負けたけどインフェルノでやることができるでしょう。もうハーデストなんてこんなのじゃもう余裕の、うん、簡単な余裕なんで、ね、変わんないでしょうか。変わんない変わんない変わんない。いけるいける。フレンドリーファイア 100% ですよ。私がもしもミスしてもう離れて離れなさい。寄るんじゃないよって話。仲良く遊びたいじゃん。離れなさい。近くでこうさ背中を預け合いながらさバーバーって。始まります始まります。くそー、今日もこんな感じだ。よーし、うん、ダメダメです、足引っ張んないようにちゃんと二人でね、うん、離れようだ。じゃあ離れたところからこう徐々に真ん中に攻めるって感じですね、うんうん、はい、じゃあオプションボタン飛ばします。飛ばします。うん、今の見たい人は前回のやつ見てください。レタリウスの糸に注意ですよ。レタリウスなんか会ったことないもんまだ。会ってないよ。おーし、いけよ。ジャンプもできるし、一般人は引っ込んでろ。危ないわよ、引っ込んでね。見てください、インフェルノなのにこんぐらい簡単に解けちゃうんですよ。ほんとだ、ほら、ほらほらほら、ほんとだ、ほら、俺の獲物だな。うわ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 、さあさあ、サインさんが爆発して大量に進んでいます。そう、もうね、俺のことなんか分かってないだろ。あ、いた、いたんだ、いたんだね、近くにいた。じゃあね、気をつけていきましょう。本当にでも、すごいね、全然違う、もう本当余裕がありますよ。余裕、いやここでね、まあやられたんですよね。この次ですか。これの次の、ここまでは大丈夫です。全然違うじゃん。ねえ、評価がね、高ぶりしようって。違うよ、宇宙やったところだよ前回の。なんで違うかぶりになるの。それがさあ、あれ、もうでも倒せてる。そうですね、ゴージャスさんが仲間を2人
2人倒しましたね。フレンドリーファイアしてなんてことしてるんですかゴージャスさんよ。あ、サヨリに投げてなくて仲間やっつけちゃうんだね、うん、そうですね、やっつけちゃいます。まあでもまあね、しょうがないよね。そしてゴージャスさん後ろから来ますよ。威勢はあ、いた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 。うわ、結構これが来るんですね、手前までね、この子たち。気をつけないと。さあ、皆さん、離れてます。ねえ、もう離れながらやらなきゃいけないから、今回は。ちょっと助けられないですね。さあ、やられました。はい、早っ。ちょっと早く来い。いや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 、来い早く。いや、少しずつ確実にやらないとやられちゃうので、二人ともまた来い助けろちゃんと、ちゃんと倒せないと。助けろね、いつまで俺のこと食ってんのこいつだろうと。早く来い。このエマージェンシー、エマージェンシー、この距離。あ、なに、なに、なに、自爆しちゃった。手打ちそばうどんっていうのがあります。近い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 何やってんの。いやいやいや、そもそも自分が倒されてたからね。もう一回しっかり、もう一回、もう一回、じゃあ行きましょう。よし、距離を取る、距離を取るんだ。どうせあっちから来るから。距離取ってます。もう一体ずつやっつけるんだ。うん、届いてるかな。届かないね。もうちょっと上の方打てば。うん、動物に長いってほしいな。あ、いけそういけそう。ちょっと行き過ぎてます。ちょっと行き過ぎて、若干、ね、上ぐらい狙う感じ。あ、ちょっとまだまだ行き過ぎだね。うん、こんなにいいんだ。気持ちいい。こんなに遠距離スナイパー、イモスナイだよ、イモスナイ。うわーうわーうわー奇跡的に回復を一緒に取るという。一瞬すごい。狙って。すごい気持ちいいよ、芋砂。芋砂？芋虫のように這いつくばるスナイパーみたいな。取れたんですか？あれ、これは。これ見てる人面白いかな。ん？面白いの？どうでもいいの？ほんと？それ…そっか…楽しくね、クリアできたらいいね。うわぁあ、すごいすごい勝利。もう、なんかそらこらいだな。どうですかね、集まってください。私は駆除してますんで、近くで。これ捕まってますんで。さあ、あと数匹ですよね。大丈夫大丈夫大丈夫。ああ、助けに来い、助けに来い、もう数匹だ、助けに来い、来い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 、俺を助けに来い、来い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 、俺を助けに来い。離れとけとか言ったりさ。レピアはもうちょい近くない感じです。うん、行こう行こう行こう行く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 。バツバツかな。あれです、まだまだいるぞいるぞいるぞ。よし、お、あと2匹。あ、せい、あと1匹。どこ、あの、赤いとこです。すまん。あ、お、倒した。やったー、一回も落ちずにやったぞ。や
っぱり余裕でしたね。余裕よ。いや、そんな余裕なかったよ。余裕そんななかった。ちょうど余裕。何回倒されそうになりました。実際倒されてますからね。一のインフェルナさすがに余裕だったんで、うん、こんなことになるだろうと思ったんで、うん、今回ですね、うん、もう一つ言ってもらいたいミッションがあるんです。5に広がる最悪、うん、そこじゃないです。え、なんで順番でいかないの。順番じゃないです。どこ、うん、下の方です。下に、赤波だったかな、赤色、赤色、うん、26番。これはダメだわ。いけるよ。じゃあ私覚えてるよこれ。いけるよ。大丈夫です。アリしか出ないんで。うん。そう、超強いアリでしょ。いや大丈夫です。アリしか出ないです。これじゃクリアしたらどうする。これ iTunes カードにする。これクリアできたら、うん、そうですね、 iTunes カード iTunes カード、うん、1人で行こう。でも課金できないから何にします。映画買う。映画買う。あーいいな、映画いいね。前やったっけこれ。やった。一番最初やったんだっけ。うん。うわ、これもう分かったから、後ろにさ、うん、海にすればいいんだよ。バッグをね、何もない状態するってことですよね。あ、つけろつけろ。ちょっとこれは高すぎるか。このくらい、OK。まあ、赤アリは3は出すとないと多分その飛びし倒した時に飛び散っている。あこんな早く終わるかね。いやこれはね、はい、ということで、お、エアレイダー。はい、エアレイダーは僕個人的に好きでかなり育ててたんで、お、なんとですね、うん、ラグナブラスターっていうのを2本装備して今回挑んでもらうんですが、このラグナブラスターをまず2本ぶち込むことによって貢献度を上げることで、バラムをすぐ呼ぶことができるんで。バラムってでっかいロボットね。そうです、でっかいロボットです。これが激アツの、ね、そう、前ね、それに乗ってもうボロンボロンしましたね。ボロンボロンって何だね。音間違ってるね。ちょっとね、いろいろ戦う得意だったと思います、うん、なんでよし、ちょっとこれだったらいけるんじゃないかと見てますよ。ゴー。はい、じゃあこれで色の、うん、インフェルノにゴー。 iTunes カードつかないです。そうだな、やってたもんな。これは位置をまだ早いでしょ。いや、もう打っちゃっていいです。もう打つの。はい、で押しっぱなしです。で、L1 でズームできます。こういうこと。はい、もう OK。 いや、押しっぱなしです、ずっと。ほら、俺がそういう気させてる。すごいすごいすごい。もうちょっとこうやって下に花火が出て。そうですね、ちょっとあれがあるから、ラグがあるから。まあ、ラグも若干ありますし、距離感の放物線とかもありますね。でもそのまま押しパでいいっす。と2発目の打ち込みに、はい、ただ爆発兵器ですので近づかれすぎないように気をつけてください。そうだ、近づかれすぎるとね、自爆みたいになりますかね、急に目の前に現れて。どう？うまい。話しましょう。まず、はい、で、R して武器切り替えです。さあ呼べますよ。投げてください。できたら丸ボタンで。まだ。来た。来た。ここだ。来たー。おっきい、来た来たー。おい。どうだ。来てる？来てます来てます。今上から降りてきます。来たー。よし、乗った？乗りました。お、あらー。
R1、L1 で攻撃できます。あらいっぱい来てる、いっぱい来てる。どこ、どこにいるの。後ろ見て、振り返ってみてください。後ろ振り返る。確かにそんな感じだけど来てるね。うん、アラムバンジュ、うん、すっごい囲まれてますね、それ。バラム、でもファンなのファンだったの。サインさんも、あの、マスターレビアだったところですね、バラは。こっち、はい、これって距離感がすごい近いんですが、もう近づかれ切られたら、もうそれで対処するしかないんで。分かった、じゃあそっちでも戦えるようにしておきます。海に入りたい。これ一応やられてはいるんだね、今ね。これやられてはいますが、HP が22万あるんで、うん、そう簡単にはやられない。やられない。ありが。あと四角か三角でレーザーが撃ちます。レーザー。あ、撃ってますか。なんか癖でこう高座さを狙いそうになりますよね。あのなんか敵っぽいでしょ。まあ確かに見た目がね、それを気をつけないと。レイザー、どんどん殴って倒してた方がいいです。おー、焼いてる焼いてる。ありがとう。どう、すごい絵になるね。になりますね。気持ちいいですね。あ、結構でも減ってるね。徐々に減ってきてますね。うん、アリの数も結構減ってますからね。減ってる。新しいアリもまあ来てるっちゃ来てるんだな。オラオラオラ、中にまとわりつかれてます。うん、うまい。走行の合間を噛み締めようとしてるな。あの薄いからね、走行合間ってね。また第2弾とか来るんでしょ、きっと。第2波。お、もうそうですよ。うん、またいっぱい来たよ。さあ、これが確か最後です。うわ、真っ赤っか。うわ、山の上、やばい。まだ見えてないぞ。確認。あ、黒いのもここにはいるんですな。うわ、レーザー出ないの。レーザー玉切れです。レビアに変えて撃つ。びっくりした。油断ならないね。先週から待ってきます、ね、そうかそうか。大混戦だな、これ。痛いな、やっぱり。ありがそれ好きだな。わー、すごい。なんかもうラストみたい、物語の。そのまま死ん、ね。
そのまま倒されちゃう。倒されちゃうね、うん、言葉選んでね。そういいよ。すごくこう、あの愛する人守るためにこう、うわーって言いながらね。あーな、ま、もう何やってんの。何やってんの君は。撃たれた、撃たないと、撃たないと長押しですよ、マスターリーピア。何やってんの一体、いつも、いつも、楽しんでるの、ゲームは。楽しんでる。自分に酔ってたじゃん、普通に。うん、さ、そうだね。俺は、ほら、パタバラムが強すぎました。ほら、俺はお前らにとってのインフェルノだったんだ。おー、俺たちにとってはイージーモードだったんだよ。すごいな。海に逃げるのか、お前は。そのままバラム海行ってみましょうか。うわー、タニさん、そのままちょっとアリ打たないでみてください。うん、わかった。うん、行ってみよう。結構頑張ってまとわりついてますね、バラムたち。バラムたち。バラムじゃない、アリたち。塩水に浸かれ。どうなるの、塩水使ったら。アリは嫌なのかな。モビルスーツの方が錆びそうですけどね。塩水でね。モビルスーツっていうのに、ね、バラムスーツ。バラムスーツ。あら、これはまあ、あと1匹後ろにいますけど、まあ、後ろか。かっこいいじゃないですか、海に。かっこいい。海に立った男って感じ。海に立った男。いいじゃん、いいじゃん。毎日何言ってんの。毎日、毎日、毎回、毎回。どこにいるの。かっこいい、赤いレーダーなので、この…そうですね、あそこにいるんですね。倒しに行きますよ。行ってきなさい。ああ、最後あげるから。いいんですか。あげるよ。あ、一発は行かない？さあ、これで？あれ？何やってんの？あれ？当たってない？何やってんの？あれ？効かない？え、何かショートしてたの？いや、別に、うん、最後噛みつかれちゃうかなと思ったんですけど。いやだー。やったー、勝った。いやー、まああんぐらいやればさすがにいけますね。まあインフェルノでも、インフェルノでもコツ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 やっていけば倒せるね、うん、そして強くなったもので、うん、バラムでボコスカードやっていくのね、うん、気持ちが良いもんですね。はい、うん、うん、じゃあまた、葵ちゃん。はい、我々に、はい、試練を返してくれ。もういいんですか。負けることはない。うん、本当ですか。もうバラムしか使わない。俺は得意なもんね、見つかってよかったですよね、うん、ね。はい、ということで、宇宙防衛軍、地球防衛軍、地球防衛軍。はい、はい、ということで、地球防衛軍、うん、4.1、 はい、こちらはシャープ1とかいろいろあるのかな。あります。はい、そちらの方を見ていただいて、はい、成長具合を確認して、うん、大丈夫でございます。はい、はい、いろんなゲームやっていきますんでね、いろんな動画の方もお楽しみください、うん、本日はここまで、また次回お会いしましょう。バイバーイ。ないですね。